モンスターの生態、NPC の小ネタ、イールドの秘密、ついにオープンベータテストが解禁されて、様々な話題で盛り上がってるよね。とんでもない勢いですよ。そんなわけで今回は、拠点やフィールドを隅々まで駆け回って、主に役に立たないけど面白い小ネタを大量に見つけてきたから、早速見ていこう。まずは主人公一行が、仮に必要な準備を整えるための活動拠点、ベースキャンプの小ネタだね。前作も白服づくの巣があったり、いろんな秘密が隠されてましたが、今作はどんな感じなんでしょう。それじゃあまずは、多彩なモブアイルーの小ネタだよ。この拠点では、数々のアイルーが物資を運んだり、様々なお店で精を出しているんだ。ああ、癒し力高すぎます。具体的に見ていくと、アイルーといえばの飲食店では、キッチンに加えて、生鮮野菜のストックがあったり、働きすぎて疲れてる。魚と肉を燻製にする施設が見受けられるよ。肉や魚は、保存が効くようにしてるんですかね。そしてお次は、おそらく交易所。ここでは画伯猫さんたちが、素晴らしい絵をたくさん飾ってるんだ。おそらく実は話しかけても、まだ準備中と言ってきて、何かをできるわけじゃないから、施設の機能は推測でしかないんだよね。前作で言うと、こういった絵画の類がある場所は、ロンディーネさんの交易船だったから、おそらくそうなんじゃないかと。なるほどです。ただ、前回のように過去作の村の絵が、しれっと置いてあるみたいなことは、現状なさそうだよ。どれも隔ての砂原の風景画に見えます。そしてお次が、個人的に一番面白かった。アイルーが営む施設なんだけど、ハンターが映った時に来る、レスキュー隊の拠点と思われる場所があったんだ。大量の回復薬におなじみの台車。明らか猫宅ですね。地味にモンハンには欠かせない、重要な役割を持つ機能の裏側が知れちゃうわけだね。待ってれば出動の瞬間も抑えられたりして。そしてこの拠点では、アイルーが営むもの以外にも、様々な有用施設があるんだ。ざっと見ていくと、まずはアネゴ的存在、ジェマが営む加工屋だね。仕事姿もかっこいい。ここもまだ機能は使えないんだけど、火力を用いて研磨機を動かしていたり、武具を打ち付けて鍛える設備があったりと、過去作よりも詳細に装備生産の過程がわかるような、描写がされているんだ。意外とハイテクです。続いては雑貨屋だね。薬草をはじめとしていろんな物資が集まってるよ。こうした物資が集まるとこは過去作要素を見つけるチャンスでは？確かにサンブレイクではこういうとこに、ゆくものだるまがあったり、キャラに話しかけると過去作関連のアイテムがもらえたりしたね。ただ現状、見た限りでは特にそういった類のものはなかったよ。あら残念。気になったのは強いて言えば、やたらでかい2本角が運搬車にあしらわれてたり、アクトノスやメルノスが家畜化されていたとこかな。一応これも過去作要素ですかね。そしてお次は、研究所。ここには研究員がたくさんいるほか、たまに受付嬢のアルマさんが現れて、調査情報を提供している一面が垣間見れるんだ。みんな働き者で偉い。他にも大きな回復ミツムシが滞在していたり、あらかわいい。壁にセクレトをはじめとしたモンスターの進化を描いた、記録が飾られてたりするよ。これ実は後で紹介する、クナファ村での小ネタと、繋がるんじゃないかと考えてる。うわ、早く知りたい。そして次はマイテント。ここでは、おなじみの狩りをする準備ができて、ハンター用のかっこいい装備から、アイルー用のかわいらしい装備まで、いろいろ変更できちゃうんだ。バーラニャンコのロボ感かわいすぎます。この他にも実はミニスティックを動かすことにより、画角をいろいろ変更できるって小ネタがあって、中には少しエッなものも、これはけしからん。あと謎の鳩時計がアップで映し出される画角も、この画角はどこに需要が？さて、施設はあらかた話終わったから、残りの小ネタについてなんだけど、実は NPC たちの会話からめちゃくちゃ興味深い話が、盗み聞きできる時があるんだよね。え？というのも今作では、NPC はめちゃくちゃ自由に動き回っていて、稀に特定のキャラ同士が字幕付きでおしゃべりしてることがあるんだ。ライブ感がすごいですね。まあ大抵は大した話をしてないんだけど、この熟練調査員二人の会話で、オリビアがドンドルマを懐かしんでいたり、アトスがバルバレに行きたいといった趣旨の発言をしているんだ。うわ、がっつり過去作の街の話じゃないですか。しかもどちらも、4に関連する場所だね。この発言から察するに、かつて彼女らは4の舞台となる地域付近で活動してたか、そこがふるさとなんだろうね。いずれ移動できるようになったりして。あとこれは、エリックに話しかけると聞けるものなんだけど、隔ての砂原では、西では群れないモンスターも群れているというセリフがあるんだ。ちなみに西とは、ギルドが普段活動している本拠地のことだね。今回は、そこから向かって東に位置する、金属地調査に赴いてるわけですね。そうそう。で、この発言から察するに、普通の生態系ではありえない異常事態がここで起こっていること。さらに、群れを作るっていう行動はおそらく、
強大な外敵が突然現れたから、そこから身を守るためにできた修正。って考えられるよね。なるほど。それが各フィールドの主だったり、メインモンスの絶滅種だったりするわけですか。おそらくそういうことだね。またいつもの流れだったら、さらに上位のモンスターが出てくるだろうけど。なんとなく今作の生態系の構造が垣間見えたよ。他にも何かヒントがあるかもしれないし。私も拠点 NPC のセリフ、聞いて回ってみます。続いては、隔ての砂原の中心部に位置する最初の村、クナファ村についての小ネタだね。待ってました。事前情報として、ここに来るまでの流れを説明しとくと、まず主人公一行が、バーラハーラの群れや、ジャタカブラに襲われている兄弟に遭遇。救い出した後話を聞くと、二人は調査隊の知らない未開の地、クナファ村出身だと判明し、行ってみることに。とこんな具合だね。ここまでが OBT のオープニング部分ですね。そんなクナファ村だけど、主人公たちと遭遇した際も、ハンターという存在自体を知らず、武器を見て警戒していたり、感謝を伝えるための独自のポーズが発達していたりと、基本的には閉鎖的な性質の村だと考察できるよ。人の様子から文化が読み取れますね。あとは感じ悪めな門番がいたり、主人公がぶつかった時には NPC が超嫌そうな顔をしてきたり、道を歩く老人からジロジロガンつけられたりもするし、村人を救った主人公が来たのもお構いなしで、家でだるそうにゴロゴロしてたりする。なんだか陰鬱な雰囲気があるんですね。ただこれは、どうやら後輩期特有のもので、北条期になると、人々は活発に外で仕事をしだすし、気さくに話してくれる人や、名産品のチーズをくれる人も出てくるんだ。わぁ、印象が一変しますね。ワイルズではその地域の環境に基づいた、リアルな人々の文化や生態を独自に書いているわけだね。クナファ村は、特に厳しそうですよ。そしてもう一つ、可愛い小ネタとして、この村では、セクレトたちの成長過程が、一通り見れちゃうんだよ。あら、幼体セクレトちゃん可愛すぎますよ。それだけじゃなく、緑色の卵も見られるよ。稀に親セクレトが卵を守っているシーンにも遭遇するね。ほっこりする映像です。そしてこれはおそらくなんだけど、青少年くらいの時期の、赤いセクレトもたまに見かけたね。卵を狙いに来たたのモンスの感じもありますが、面白い発見です。あ、っていうかさっき言ってた、拠点研究所のセクレトの進化図と繋がる小ネタって、これのことですか？その通り、この章冒頭で言ったように、クナファ村は調査隊にとって、未開で謎の存在だったから、ムービーでは描かれてないけど、裏でおそらく調査員が訪れていて、その結果としてあの絵が誕生したんじゃないか、っていう話だね。確かにうまく繋がりますね。とすると、今後も訪れる場所が変わるごとに、あの絵も変更されていく可能性があるし、注目していきたいね。リアルタイムで調査が進んでるのが実感できそうです。と、話が少し逸れたけど、クナファ村は人々の印象もそこに住まうモンスターの様子も、訪れるタイミングによって大きく変化するようだから、人によって受ける印象や得られる情報やものも違いそうだね。皆さんも長時間村で過ごしたら何か面白い発見があるかもですよ。続いて、モンスターや環境生物に関しても、面白い小ネタがたくさん見つかったよ。これぞモンハンの醍醐味です。特にモンスターに関しては、朝夜が切り替わる際の生態変化が面白いんだ。簡単なもので言うと、夜は寝ているやつが増えたりね。おい、起きないと溺れちゃいますよ。また北条期と後輩期の切り替わりでも、特有の生態行動があって、ケラトノスのイケメンすぎるシーンが見られたよ。ん？これ何してるんです？オスが飛来神になって、じっと固まるメスを雷から守ってるんだよ。なるほど、一瞬で惚れました。女の子をはべらせてるだけのポンデリングとは大違いだね。リア充への恨みが垣間見える発言です。続いて環境生物についてだけど、まず最初は探索の途中で遭遇した、めっちゃ速いネズミ的なやつ。可愛いけど速すぎる。唐突すぎて隠れ身を使うという手を忘れて、何も考えずに近づいてったら消えちゃいました。よくわからんけど潜り感ありましたね。続いてタリオスの死体に群がる謎のこの虫。うわ、気持ち悪い。見た目は悪い、いわゆるスカベンジャーだけど、生態系にとっては欠かせない役割を持つ生物だよね。ちなみに今作では、死体が腐敗して骨になるまでの、リアルな過程も組み込まれてるから、これが見たい方は、小型を倒してじっとその場で待機するといいよ。なんだか悪趣味ですが、大切な学びになりそうです。たまに死体が永遠と流され続ける、こんなバグにも遭遇できるし、シュールすぎて草。これ結局砂が盛り上がったとこで止まるまで延々と流されてたからね。カプコンさんに報告しなくては。続いていろんなとこにいたトカゲたち。何種類かいたんだけど、まずはエリア15の壁にいたやつだね。あんまりレア感のある見た目ではないです。そして、尻尾で立ってこちらを眺めるトカゲっぽいやつ。あ、こいつは PV で見たことありますよ。
ちょっと名前は忘れちゃったけど、こいつはレア感あるね。ミーアキャットみたいで可愛いです。続いて、フン転がし。突然リアルにもいるやつが来ました。モンスターのフンがあるとこには、必ずと言っていいほどいたね。丸ボタン押すとすっ転んでフンを強奪できる。この仕打ち。ちなみにフン関連で誘致事件だと、たまに受付嬢のアルマさんが、フックスリンガーで馬る血を横取りして、アイテムボックスに強制収容してくることもあったね。嫌がらせすぎる。あ、珍事件で思い出したけど、蜘蛛恐怖症対策モードの小ネタも話したいんだった。巷で噂になってるあれですね。そうそう。オンにすると、ブブラチカさんの見た目が、スライムになっちゃうやつ。さすがにあれは衝撃でしたよ。これに関しては、動いてる姿も不可思議すぎるし、スライムブブラの近くで食事したら、画面にしっかり映り込んできた時もビビった。地味に食事ムービーって周辺環境反映されるんですね。普通に攻撃受けてスパッとキャンセルもされるからね。スライム化してなかったらと思うとゾッとするよ。世界観がおかしくなってでも配慮する措置を設けてるってことは、本当に苦手な人にとってはきついって悲鳴が上がってるんでしょうね。グラフィックの進歩の弊害か。まあ結果として女性ハンターが高速攻撃に被弾した際には、より無垢なシチュエーションとなったわけだし、普通のユーザーにとっても嬉しい誤算だよね。私は虫のままの方がこのシーン好きですが。通報しました。ちなみに研究所の回復三つ虫くんは、オンの時でもスライム化してませんでした。虫だけど可愛い判定受けれてよかったですね。同様に大型のラバラバリナさんも、特に変化はしないようだから、細デカスライムと戦うなんてことはないのでご安心を。もしそうなったらさすがにカオスすぎますよ。あ、あと虫関連で言ったら、フックスリンガーで虫の採取時をよく見ると、お尻からエキスだけ取って逃がしてあげてるようなんだよね。回復衣虫の場合は、そのエキスを直飲みするよ。ハンターがちゃんと環境保全を意識してる。まあ環境生物とか水辺の魚にフックスリンガー当てた際には、残念ながらみんな焦点してしまうんですが、ハンターに悪事働かせるのやめてください。まずは地下のエリア14を口にて、巨大モンスターの骨らしきものがあったよ。うわ、毎度恒例のやつですね。今のところ何かしらの建造物の可能性もあるけど、形やサイズ的にはかねてより復活が噂されてた。ダレン・モーランに似ているよね。あのドリル的な角がまさに合致しますね。今作はフォートの関連がめちゃ多いから、さらに期待が高まるよね。ただワールドの正気の谷を形成したダラといい、ライズの寒冷群島のゾラっぽい頭の骨といい、過去の異物として出たモンスターは復活してない風潮もあるから、果たしてどうなんだろうという感じだね。とはいえ面白い発見ではあります。続いてはレダウの住処についてだね。荒廃期のエリア17に行くと、雷が絶え間なく降り注ぎ、青い結晶で覆われた巣が見れるんだ。うおう、大迫力ですね。あまりの美麗グラフィックに度肝抜かれちゃったよ。危険なのに離れたくないですもん。他にも骨が大量にあるエリアがあったり、以前の支流で判明した通り泳げるエリアがあったり、化石が大量に取れるエリアがあったり、鍾乳洞のようなエリアがあったりと、フィールドを歩き回るだけでもいろんな発見があったね。さらに特定の時期に訪れると様子が変わるとか、無限に楽しみが尽きないですよ。なんなら荒廃期から豊穣期に変わる瞬間だけでも、めちゃくちゃ美しいからね。ずっと画面に釘付けです。そういえば、フィールドの端っこをひたすら探索してる時のことなんだけど、不可侵の部分を見ると大きな地割れが存在していて、アルマさんがなぜこんな地形になったんだろうと発言していたんだよね。ほほう、実はモンスターの影響とか何らかの伏線なんですかね。わざわざセリフがあるってことはそうっぽいよね。フィールド名の由来もこれによって隔てられてるからかも。確かに。アルマさんの発言からわかったことは他にもあって、ワイルズをプレイしているとよく見かけるこの蝶々。あ、確かによく見ますが、こいつら何なんです？どうやら大型モンスターが入ってきづらい、安全地帯を指す存在だそうで、簡易キャンプ設営の候補地になるみたい。そうだったんですか。今日モンスから逃げたい時なんかにも役立ちそうだよね。プレイしていて、割と目的とは違う大型モンスターと、チェイス始まったりしちゃいますもんね。あ、そういやフィールド関連で一個気になってたんですけど、古代の遺跡とか、式の存在って今回もあるんですかね？現状隔ての砂原に関しては、割と隅々まで探索したけど、最初に紹介した巨大骨以外は見つからなかったね。ベータテストだからってのはあるかもしれないし、明らかに先があるのに進めない場所とかもあったから、まだ可能性はあると思うけど、もしあったら4につながる伏線とか結構たくさん配置されそうですし、楽しみですね。続いてはキャラについてだけど、ここで言うキャラは、NPC と主人公ハンターのことについてだね。まずは NPC の方を教えてください。それじゃあアルマさんについての小ネタから、拠点でのアルマさんの行動を観察するために、
ストーキングしてみたんだけど、早速通報案件です。アルマさんがよくいる前テント前のテーブルに、奇妙な人間型の置物があって、それを大事そうに眺めているシーンが見受けられたんだ。小人図鑑的な見た目してます。なんかこれまでのシリーズにあった、置物のデザインと思考が違うよね。ダルマとかモンスターのやつとか割と可愛いのが多くて、人間のものはそもそも少なかった気がします。もしかしたらプロデューサーとか公式運営の顔をかたどったものかもね。うわ、すごいありそうなオチ。他にもアルマさんって、クエスト同行時はサポートしてくれるだけじゃなく、肉焼き成功時には上手に焼けましたねと、一言褒めてくれるんだよ。より肉が美味しくなりますよ。てか OBT で見れる新映像をしっかり見てみたら、普通に超美人だと気づいてしまったよ。この子がずっと一緒にいてくれる、それだけでもう幸せです。ただ私のような変態紳士は、それだけじゃ満足できない。またこの動画を視聴してくれている紳士たちのためにも、団長の思い出フックスリンガーによる、無念の迫るシャルハラスメントを決行してみると、ほんとどうしようもないなこの人。普通に少しの削った後に、ちょっと嫌な顔をされただけでした。無言の圧を感じます。他にもアルマさんの前でジェスチャーしてみたりして、反応を伺ったんだけど、結局特に何もしてくれませんでした。嫌われたんじゃないですか？この辺は製品版で追加されると大期待しているよ。こいつ、まだ諦めてない。ちなみにサポートハンターにも似たようなことしたけど、特に反応が見られなかったよ。固まって待機してるの、めっちゃシュールだな。そんな中、主人公ハンターのキャラクリに関しては、非常に無譜なことになっていて、めちゃくちゃ細かく設定がいじれるほか、調整項目多すぎません。体型に関してもしっかり自分好みに変更できるし、何よりインナーデザインが素晴らしい。これは不覚にも無譜です。カラーもしっかりいじれるから、できるだけ肌色に近づけたりして楽しめるね。左右に回転させると、たわわな果実もちゃんと揺れるし、楽しみ方がキモすぎます。このキャラクリのあまりの自由度に、もちろん純粋に美を極めたりしてる方たちも大量にいるけど、著名人に似たネタキャラとかも作られてて、X では早速大喜利大会とかしてるからね。グラフィックが向上したモンハンの最初の大きな楽しみですよ。しかもボイスの音程もいじれちゃうから、極端に高くしたり低くしたりして、ふざけたフルボイスムービーにする遊びも流行ってるします。NPC たちはどう思っているのでしょうか。こんな奴が世界を救うんだから、人は見た目じゃないってことだね。そういう啓蒙的な話なんですか？ここまで役に立たない小ネタばかり紹介してきたけど、いくつか普通に有用なものもあるから紹介しとくね。地味に嬉しいやつです。まずオプション設定について、画面上のゲージマップの表示やカメラ設定なんかも詳細にいじれるんだけど、超細かくてややこしいから実際に使ってみて便利だったものだけ、簡単に教える。ありがとうございます。まずはセクレトの設定について、デフォルトのままだと止まってる時も自動で勝手に動いたり、呼び出しの十字ボタンが戦闘中かなり押しづらかったりと、操作感に困ってる人が多いと思うんだけど、うわ、それめっちゃ共感です。特に前者に困ってました。とりあえずこの画面の通りにしたら、前作のガルク的な操作感に近い感じにできたよ。割とこの変更、必須かもしれないです。次にダメージの小数点表示。これにより、各武器モーションのダメージ詳細がわかるんだ。ダメ効率の検証には欠かせないですね。あと数字がいっぱい出るから、なんか大ダメージ与えてる感あって気持ち良いってのもある。突然バカな理由になりました。続いて決定ボタンの変更。これは決定に使うボタンを×から丸に変更できるものだね。PS5 は決定ボタンが×でキャンセルが丸になっていて、ワイルズでもデフォではそれに準拠してるんだ。これ、地味に困惑しましたよ。まあやってれば慣れる節はあるけど、どうしても違和感ある人はお試しあれだね。続いてカメラ設定。さっきも言った通り、詳細まで詰めれば色の出力とか、そういう調整ができるんだけど、とりあえずやっとくと良いと思ったのは、カメラ距離前後の拡大だね。デフォルトより視野が広くなるよ。好みはありますが、攻撃とか見やすくなるのは事実ですね。続いてグラフィック優先設定。これはタイトル画面でのみいじれる設定で、フレームレート優先か、解像度優先か選べるやつだね。前者ではヌルヌル感、後者では画質の綺麗さが際立つんだ。これは完全に好みになりそうですね。そういえば、無印 PS5 のフレームレート問題ってどうなったんです？数時間遊んでみての感想だけど、結論としては、何もないところなら5、60も出せるが、攻撃や環境変化が激しいところでは安定しないって感じかな。またデフォルトの設定でマルチプレイしていた際には、オータル爆弾の起爆時にがっつりカクついたこともあったね。やはり、まともに遊べないってことはもちろんなさそうですが、安定した高 FPS にこだわる人にとっては、少し難ありって感じですか。とはいえ TGS と比べて良くなっているようだし、
製品版ではより最適化されて、ビレイでヌルヌルな映像を楽しめるって期待もできる。個人的にはもう十分な性能ですが、より良い結果に期待です。いやー、OBT 早速盛り上がっていますねー。数日しかない分、みんなこぞってやり込むだろうし、また新たな発見がたくさん見つかることに期待だよ。今回はあまり触れなかったけど、武器に関する新情報も、たくさん得られるだろうから、そういった話もしていきたいですね。巷ではガンランスの機上攻撃が、ほぼランスの突進だなんてのも、見かけたりして、小ネタもまだまだありそうだしね。寝ずにプレイして探してください。それではご視聴、ありがとうございました。